はい、どうも、しょうです。今日はね、相方のうっちーが、ちょっと最近怠けまくってんすよ。で、まあ、ほんま、シンプルにやることは、ガチの説教。もうドッキリじゃないよ。ガチの説教。して、反応を見たいなって思います。で、まあ、その何が、そんなに、なんか怠けてるというか、甘えてるというか、まあ、編集全部僕やってるんですよ。寝る間も惜しんで、夜中まで編集して、3日刻みで頑張って出して、その間あいつ何してるかわからへん。で、動画ね、ドッキリを仕掛けるって言って、オープニングの動画縦画面で撮ってたりとか、で撮り直してたのに一人で撮るの恥ずかしいとか意味わからんことごちゃごちゃほざいたりとか、で、しまいには何も編集もできんから、TikTok の編集で慣れさせてんすよ。YouTube の切り抜きを、拾い出して、カットとかして編集して、その面白い部分を出していってって、もうクソマジで、すべてが TikTok に上がってる切り抜きも全部ゴミマジでクソもんねんか。そのカットして繋いでカットして繋いでって面白いとこをこう繋げていってっていうのをしたいのに何の順序もなく10秒20秒ぐらいの場面だけを映したりとかで書いてる文字もクソしょうもないみたいな、ほんまええ加減にしろと、ほんまこいつほんまえ舐めてるなってことで、マジで今回ガチで説教します。まあ多分うっちのことやからわかるねん。いやまずいな、悪いと思ってるよ、いやそれは、ね、だいぶ大変な思いしてると思うみたいな、そういうニュアンスで来ると思うんだよな。でももしそうじゃなくて普通になんかいやいやみたいな感じで来るんやったらほんまにボコる動画外でほんまにボコる、マジでボコにする。いやってことでね、とりあえず今日はね説教、ガチ説教していくんで、まあ反応ね見てもらったらいいかなと思います。じゃあそれやっていきます。それのプラズマキックがで、ちゃうよ、指取ったお前今取ってないって。なんで、いやもうずっとこの服で着てて待ってたけど、じゃあ一人で取ったんやん。いや無理無理、なんでな、寒いっていうか一人でできん、ね、できるやろ、無理やって、じゃできるって、お前それは恥ずかしい、じゃあ何が恥ずかしい、いややろうと思ってやってたよ。でももう一人じゃ取ったことあるやん、俺一人で、あんな感じだもん。いやいや、あんな感じになるけどさ、もうちょっとなんか面白くしたいから、それったらあんなしょうもないの、お前、嫌やろ、編集する側としてはな、そやろ、うん、だから、まあ、いや、別に普通にハキハキ喋るだけでいいやん、一人でできんの、なんでだなんか無理や、違う無理じゃないって、もうお前今日終わったんだなマジでどうするそれ、頑張ってくれへん、もうちょっとなんかいや、もう気持ちはわかりますよ、早くマスターとしやしんどいねん、あ、大丈夫あるん、まだあるよ、声出てない、なる、いやいや、ほんまに一緒なる、TikTok もっと上手いことできません、編集あれあかんかった、暇やろ、もう暇やで、めっちゃできるやんけ、じゃあもっと頑張れよ、センスやろな、ほんまに、え、ちゃうてやから、もっとカットして外して、カットして、外して、うん、それで合わせれるやん、頑張れって。はよ、誘ってきたん誰？これドッキリとかじゃない？誘ってきたん誰？俺やな。なあ。俺やな。俺や。これドッキリじゃない？すら俺一人でさ、なあ。違う、聞け。俺一人で、な、やれるで。何でもかんでも。それはそうやな。やれるよ。でもお前が誘ってきてくれたから、やってるわけやん、今一緒に。まあまあ。な？そりゃお前が誘ってくれんかったら俺もやってないからそりゃ頑張りたいよ、そりゃ YouTube な、 YouTube、 まあ YouTube だけじゃないわ、でとりあえずお前編集は俺のが向いてたわけやん、センスとして、だからもう俺がするわけやん、な、 TikTok くらい頑張れよ、もうちょっと、もうちょっと頑張ります、うん、いやちょっと最近堕落してんなと思って、まあまあ何が撮れへんねん動画と思って、こいつほんま一回一回どっちましょうかなと思って、これドッキリとかじゃない？ドッキリとかじゃないって、説教説教説教か、説教説教、まあそろそろ怒られるやろなとか思ってたりしてない？え、何に対してじゃそれは、
俺のやる気のなさに対して。でもやる気は別にないことないやろ。いやまあそれはある。それはお前なりに頑張ろうとはしてるところあるやん。もちろん。いやでも頑張ってはない俺からしたら今まだ。じゃあお前の頑張るは何ができるの。まあまずは俺は編集をちゃんとできるようにしたなんかや、そもそも。まあ実際でもさ、まあそれはまあ一つやけど、あれやん、そのパソコンが1台やん、で俺が月切りで編集してるからさ、正味じゃ今すぐに勉強できるかって言うしは無理やん。まあまあまあ実際もう言うたら俺らのさ動画を見返してさ、あこんな感じかっていうのをさ俯瞰で捉えるぐらいしかできんやんか、あとはもう結局相談相談やん。もうそれはまあしゃあないじゃん、編集面、まあ言うてしまえば俺昨日も結局2時までやってるから編集、今日の動画は間に合わんから、仕事いつ終わるか分からんから。すいません。いやいやいや、いいねん全然。いや、よくはないやろ。いや、いいねんで。よくはない。その、俺別にお前が頑張ってないとか思ってないしさ。まあ、ちょっと切り替えるわ。ちょっと変えるわ。ただ、やっぱり、せっかくやってるやん。で、お前も金払ってるやん。まあまあ、まあ。大概な。パソコンからまずだって15万いってねんから。な、まあまあで。それぐらいはさ、最低でもさ、まあ、それぐらいでも、まあ、最低でも取り返してしまったらさ、そっからもうプラスやねんからさ。そこまでやっぱ早く生きたいわけよ、俺も。お前もそうやん。それは取り返せるもんやった。そうやろ。そうやろ。で、やっぱりさ、その、まあ俺のさ、この家庭環境、子供がおって、嫁がおってさ、夜しか取れへんっていうのは、それはやっぱお前に俺は悪いことしてるやんか。まあ、それは取れる時間がなかったりとか、そういうのがあるやんか。まあそういうのもあるし、お前も夜勤があってさ、取れへんかったりっていうのはあるけどさ。まあでもさ、とりあえず編集云々は TikTok やろ、やっぱり。ちょっと。一回ちょっと本気出せよ。TikTok で頑張って。とりあえず継続させるわ。うん、ちょっと頑張ってさ、まあ、切り抜き多分めんどくさいで、面白いとこ探すしやんのも、うん、まあちょっとちゃんとやるわ。頑張ろう、okay. ほんまに、okay. これからも頑張ろうな。隣にいんねやろ、うん、しないとうちでやんねやろ、カニクモンキー。まあまあそりゃそうや。ずっとこれから先、うん、俺らで帰り行くんやろ、うん、でも俺も人生かけるって決めてるからさ。そうやろ。そうやな。頑張ってこいや。わかった。これからより一層、まあ、っていうね、今回はね、ガチ説教ドッキリ。まあまあ、ガチ説教ドッキリではないね。ガチ説教やから。ガチ説教。あ、カメラ、あ、すいません、あそこにあります。はい、見えてました。どこ。あそこです。どこ。気づいてました。あ、お前や。いやいや、なんか。まあ、なんかドッキリっぽくは感じてたね。俺言わんからな、こういう。でもまあ、ドッキリやろうなとは思ってたりはしてた。ガチトーンは。ないからな、基本的にふざけへんから。ふざけへんからじゃないわ、ふざけるから。恥ずかしい。え、でも言うけどあれで、思ってないわけじゃないからな。そうですね。それは頑張れよ、うん、マジで。ちょっと、切り替えるわ。うん、ほんまに、ガチでね、これからもどん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 。ちょっとな、体調崩してから、ちょっともうええかなっていう気持ちはあったよ。そういうのもあるよな。うん、1週間ぐらい。そういうのもある。でもそれでしたら俺ほんまにしんどいから。そうやな、ちょっと切り替えよう。ごめんね、みんな。弱っ。ごめんねが弱いもんな。しっちゃしねえ。僕らほんまにね、こんな感じなんよな。喧嘩っていう喧嘩マジでへんよな。せやな、俺としねで喧嘩したことないんじゃん。うちが俺に何かをガチで言ってくることもないし、まあ、せやな。で、逆に言えば、俺がうちにガチで言うこともないけど、俺がもしほんまに、ちょっとほんまうざいわ、みたいな感じになったら、すぐにこいつ謝ってくれんねん。まあまあ、ごめんっつって、悪いっつって。だからこういうのでは多分俺らパニックモンキー2人ね、いい感じのバランス取れてて、これからもね、どん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 こういうのでね。まあでもちょっと心臓に悪いよな。ビビった。しんどい。ビビった。キリキリする。重たい。ストレス抱えてるやん。お前ほどじゃないわ。はいはい、ということで、終わりよ今日の動画。これで終わりだと思います。みんなありがとうございます。クソだ。